精霊が鳩の形をとって振ったとされる聖書の記述を元に作られたステンドグラス。精霊がイエス・キリストの弟子たちに振ったとされる聖書の記述を元にしたペンテコステのイコン。神の母マリアもこの場面に描かれている。精霊はキリスト教において三位一体の神の威嚇の一つ。精霊について論じるし、本校で扱う精霊に漢字。 精霊を当てるのは誤字である。広く第三の威嚇とも説明される一方で、第三のといった数え方をせずに、ペルソナの一者、恋、神格とだけ説明される場合もある。四世紀に精霊論を展開した聖大は司令オスは、精霊に限らず、三位一体の核威嚇に言及する際に、数を伴わせることに批判的である。精霊は愛によって人々を作り、 そして、幸せへと招いてく役割があるとされる。キリスト教内の各教派において、精霊についての捉え方、考え方には、共通する部分と異なる部分がある。正方教会と東方教会の間には、精霊が父からのみ発出するとするか、それとも父と子から発出するとするかを、相違点とするフィリオ系問題がある。正教会の神学者。 ウラジー・ミルロースキーは、フィリオクエ問題を東西教会の分裂の根源的かつ唯一の競技上の原因であるとしている。カトリック教会とプロテスタントの間においては、精霊に関する協離が16世紀の宗教改革において、聖書を優先していくプロテスタントの中心にあったとされることがある。当時カトリック教会側においては、数奇教、ロベルト・ベラルミーノから、 プロテスタントにおいて、精霊論と関係する教理である救いの確信を、プロテスタントが異端であることの最たるものとする批判があり、また、カトリック司祭、エドマンド・キャンピオンは、精霊論に、プロテスタントとカトリック教会との根本的な相違があると捉えていた。このように教派ごとの相違点があり、論者によっては重要な争点と位置づけられる一方で、論者によっては、伝統的な神学では、 精霊論は非常に軽視されてきた分野であると評されることもある。本校では各説においてできる限り幅広い教派に共通する内容を先に述べ、次に各教派ごとの内容を簡潔に述べる。正方教会でよく使われるサイン一体の縦の図式。サイン一体を図式化するのには様々なバリエーションがある。カトリック教会、正教会、プロテスタント、 正教会、非、カルケドン派において、政令は三位一体の一つの威嚇であると位置づけられる。第一二回屋公会議の頃から第一、コンスタンティノポリス公会議の頃にかけて、こうした三位一体論の定式が整理されていった。本説では、いわゆる正当派から否定される諸説を概観する。三位一体そのものを説明するよりも、三位一体でないものを説明し、 それを否定する方がより正確とされることがある。カトリック教会において、来たりたまえ、創造主なる精霊よのような精霊を賛美する、グレゴリオ聖火は有名であり、また精霊がストラに降った、精霊降臨という祝日が盛大に祝われる。その祝日に向けて、精霊への10日間の祈りの新人が、多くの国では根付いている。ありがとうございます。